トヨタヴェルブリッツ対 NEC グリーンロケッツ統括の一戦、これからお届けしていきます。守ってる方がですね、うん、そういう状況でアタック仕掛けたいですね。おもうちょっと下げてからファルコンから手前、おいいパスが古川からです。高橋太一内側ワンタッチあります。ワンタッチ延山と延山、延山が外すか、持ってった。そして浮かしてファルコンからスピンして、お手をかけてます。これターンオーバーか、マッシュボールいってます。とこれ超入ってますよね。これターンオーバーなるんじゃないですか、うん、OK す、ね、ターンオーバーでした。さっきはオーバースロー向こう側に流れましたが、今度はチュー、うん、これは合わないか。金井が取っています。おすぐに出す、詰めるプレッシャー、ここ外してね、周りです。うわ来た、うん、来たビリアメ、おそしてそのまま姫野、お下入って押さえてますね、ネマリが。ネマリが入って、おネマリナイスプレイ、ネマリ抑えましたか、下に入って。まずはマイボールキャッチしたい、ジェイクボール後ろが入ってきます。ここでプッシュかけられるか、いいですね、いや押せるか、うん、プッシュ取ったか、久しぶりの得点か、久しぶり、トライだ、トライでした、久しぶりの得点が入りました。当たりはどうか、うん、決まりました。さあこれで7対0、先制点はグリーンロケッツ。後ろ動いてムーブ、後ろでキャッチです。ダグラスモール、そうですね、これいいモールですね、動いてますね。さあ新井も押し込んで2番、右側ずらしながら新井が持っています。どうする、ペナルティやりました。フィップスからアドバンテージあります。おつながって外側、これはダメですね、アドバンテージあります。金井のキックがしっかりと間を通してきました。これで追加点がグリーンロケッツ10対0です。さあ得点まで持っていきたい、残り30秒に入ってきます。内に返すビリアメ、うん、抜けたブレイク、自分で行った、捕まえて、まだ出る、重野からルルー手前サイド、ファルコン、そして高橋たち、レメキが戻った、どっちだ、トライですか、置いた、今よく置きましたね高橋たち、これぞウイングですね、おースーパーラグビー級ですね。そうですね、あの明日朝公園で子供たちが真似するようなプレーですよね、はいはい、おナイスキック、素晴らしい角度、これを決めてきましたファルコン。そして前半終了のホイッスルが今鳴りましたが、さあ直江さん10対7でした、はい、最後一本大きかった、グリーンロケッツはこれ痛いなと思ってるんじゃないですかね。姫野ダブルタックルです、うん、そうですね、ノットローラーでペナルティーか、あ、チャンス、外側チャンス、ブレイク、ブレイク、トンプソン、そして重野から外カバーいますが、打ち来た、ブルーがポストした、どっから出てきたんですかね、今スルスルっと入ってきましたね、すごいサポートですね、外に放るかなと思ったんですが、いや内に入ってきてましたか、多分こういうプレーが自分で出るとどんどん乗っていくと思うので、うん、またゲームメイク、プレーメイクにもちょっといい影響が出るかもしれないですね、これで14対10逆転に成功した今のトライシーン。ダグラスからさあ手前杉本、ビリアム捕まえた、サネバイゴイター、これはまたまた微妙なところ、これはおそらく OK ということですね、タックルが外れているの で、ここでタックル外れてる、でワンモーションで行こうとはしてるんだけども、このグラインディングのところでセパレーションがしてる、その後押されたのでノッコン、インゴールノッコンでゴールラインドロップアウトでいいですね、はい、ここデュトイがディフェンスに入ろうとしてますが、左側ずらしながら佐藤陽が16番ボールを持ってますけども、コントロール、そうですね、ボール絡んでる、姫野も行ってますかね、これでもキープしてますね、姫野の左手、姫野の左手で行って、これでタノバか、いった、姫野、ここは姫野、いや見せましたね、見ましたね、まあキャッチ山際、
ボール、おープッシュ、一気にいった、プッシュ、プッシュ、トライだ、ラインアウトから一気にプッシュ、グリーンロケッツ、逆転に成功です。ペナルティがコントロールアウェイです、アドバンテージ。そしてここでキックドロップゴール入るかどうか、ポールの間を通しました、素晴らしいレメキ、まあ、今失敗してもまだね、そうですね、アドバンテージ取っていたので PG はできたんですけど、はい、流れの中でいきましたね。そうですね、もう本当今日はここですね。これでまたターンオーバーを許してグリーンロケッツボールだ。お、手前のスペースにラウイから、デュトイ、あ、いったか、ゲット、デュトイ、6番でした。緑ボールは田中宮城です。ブルーからファルコン、お、ダンで行くのか、キックしましたか、あ、でもキックしましたね。ラウタイミ、うわ、ブレイク、ラウタイミハンドオフ、さらに繋がってルルーから外に持っていった、チャンス、高橋太一から内側外したステップ、さらにステップ前持ってきます、チャンス。そうですね、ここ落ち着いてじっくりトライを取った時点で逆振り投げた、持ってったか、トライだ、福田健太持ってきました、逆転のトライシーンです。沸きます水穂ラウタイミからでした、これは、決まりました。さあこれで3点のリードに変わりました、21対18、ホンが鳴るあと5秒、ホーンを待つか、ホーン待った、そして鳴った後ルルーのキック、外側蹴り出して3点差、最後はベルブリッツが逆転の勝利に持ってきました、21対18、接戦はトヨタベルブリッツ、ホストでの勝利ということになりました。フィリアメンツの奇跡には記念のキャップが授与されます。今日はね、攻撃力というよりもその要所でのディフェンスっていうのも光りましたね、はい、この人なんか使い方がチームとしてバチッとはまるとものすごい実力を発揮しそうな、なんかそういうポテンシャルを感じますね。